はい、今回は、本因坊戦リーグの、対局を紹介したいと思います。はい、許家元八段対河野臨九段の一局です。はい、この両者とも、共にね、第一戦ですね。はい、じゃあそれでは見ていきたいと思います。はい、まあ、黒は積極的なね、はい、こう挟んでいきましたね。そうですね。まあ狭く打ってきたので、まあ動かない打ち方もありますかね。なんかこうとか、はい、まあこうやっておくとかね、はい、まあいろいろあるかなとは思いますが、まあ、今回は直接動いていきましたと。この手で、まあ、次、一応、切りとかもね、切りはないのかな？まあ、こっち受けてるのもありそうですよね。むしろこっち受けてる方が、普通にも見えるんですけど。はい、実戦は頑張りましたね。はい、のぞきから、はい、打たれましたと。まあ、これなら、まあ、ここに打てれば頑張り通しましたかね。まあ、これも当然あると思いますね。はい、こういう変化になると思います。実戦はこちらから打たれましたね。そうですね、これで次のは滑られて甘そうなのでね、はい、まあ、どうかなと思うんですが、まあ、こう抑える予定だったんですね。はい、ここを抑えるつもりだったみたいですね。はい。はい、また付け返して。はい、まあ、今度は黒はこちらを大事にしたと。これでも根拠を取ってる手ですね。そうですね、これ白目がなくって、こうやってね、壁の方に黒を、白を追いや黒にね、追いやってるので、流れはね、黒がいいかなと思いますね。少なくとも悪くない進行かなと。ここ跳ねれればね、そのように映りますね。まあ、これも冷静というか、硬い一着ですね。はい、まあ、これは手筋ですね。はい、実戦は飛ばれましたけど、こうやると、まあ、こうやろうっていうことですね。まあ、当たり打っていいか難しいところなので、まあ、こんなもんでしょうか。まあ、このような進行になりそうですかね。はい、まあ、それを嫌いまして、実戦は飛んだと。はい、まあ、二目捨て石にしてこっち連打できましたんで、まあ、これもまあまあかなと思いますね。まあ、切りも力強いですね。まあ、コスんで打ってるのもありそうですけどね。まあ、では打たないで。はい。まあ、実戦は強く。そうですね。のぞきにちょっと切り切られないと。まあ、こうやればつながってますけど、まあ、このぐらい打たれて、ちょっと全体がね、怪しいということで、実戦はね、
まあ仕方なくというか、こちらでね、打たれましたね。ここがどのような感じの読みになってるかなんですけどね。まあ、実際はこれでコウになりましたね。これもまあ大きいので、まあ、このように分かれたと。まあ、ここから全て取ったんですね。まあ、取れば、まあ、なんとなく黒が優勢にも見えますかね。ここは、ここも大きいんですけど、なかなかね、つないでも2の手があって、なかなか綺麗に取れない感じがしますね。まあ、こっち受けたいんですけど、そうすると切られてしまいますからね。ここは非常に味悪くて、まあちょっと取れないところですね。まあ、ツケを利かして、もうこれだけで受かってますね。まあ、おそらく、まあ、この石がね、しっかり収まって、まあ、優勢がね、見えてきたと思います。これも逆ヨセで大きいんですかね。あとはしっかり死なないように、っていう感じかなと思います。ここまでですね。ここで投了となりました。まあこのね、振り替わりで、黒がね、ポイントを上げたのかなと、思いますね。許家元さんはね、天元戦でも勝ったれてますし、またね、復活してきそうな勢いですね。じゃあこんなところで、この碁は終わりにしたいと思います。失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。